はい、今日もラダと役所天国、本日は3月14ですね。はいはい、ということで、さあ、こっちの方の畑ね、来ましたけれども、さあ何取りました？はい、黒キャベツですね。カーボロネロをと収穫します。かなりね、もう到達ってくるので、もう今のうちですよね。これも直売所とかね、まあ売れないと思いますけどね、取ってあげないとかわいそうですからもうこんな感じで一気に花がね、タアサイとか咲いてきました。そして白菜もね、そこに残ってる最後のワンベッドね、これも到達始まりましたね。ブロッコリーもね、はいはい、こんな感じですよ。いや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 、取ってやれよって話なんですけど、これも即死をね取るので、これ品種なんだったかな、まあ一番遅いやつですね。これもトップ、あ、この辺トップ取るの忘れたねほらこんな感じですよ。即死じゃなくてもこれ出してあげんといかんね。うん、3月ね、はいはい、これでね、ブロッコリーおそらく即死ね、いっぱい取れると思います。はい、そして黒キャベツですね、こんな感じですね。はいはい、ちょっとね取ってあげて、一回こうハゲタカにしてね、まあまあこうやって食べられますんでね、直売出しも兼ねて、今日のお客様ね、黒キャベツたくさん入りますんでね、よろしくお願いします。僕のお客様でね、黒キャベツ、西日本で作ってる人も花が咲いちゃいましたとおっしゃってましたけどもね、そうですか、やっぱ早いね。はい、ということで、よいしょ、美味しそうだね。直売に売れるかねまあ売れなくてもいい、出してあげんとね。うん、もう一気に切っちゃいますからね。奥の方が大きい、まあ同じかね。こうやってしばらくしとけば、こうやってねできてきてますんでね。ただこれも花咲いたら終わりなんで、まあもうちょっとだと思うんですけどもね、しばらくは4月の真ん中まで出せるとありがたいですね。今葉盛りですから。で、葉物トンネルとね、トンネル栽培のものとうまく組み合わせればね、こうやって葉盛りをなんとかしのげますからね、この時期はね。はい、こうやってまたハゲタカにしといてあげればね、また取れますので、結構ねこれでね稼げますから、一株ね結構取れるでしょ。カーボロネロね、こうやってこう、これは幅の広いやつですけどね、もっと普通は細長いやつとかね、品種いくつもありますので、組み合わせてね、よいしょ、よこらせ。今日はね初出荷ですからこんな感じですけど、ガシガシとこうね、こうやって裸にしてあげますね。よいしょ、よいしょね、煮込んでもいいし、炒めてもいいしね。僕はね意外とね、鍋に入れちゃう、そのまま入れちゃうの好きだし、あとパスタをね湯がくときにね、一緒にこう湯がいちゃえばいいんですよ。で、繊維が強いんでね、ちゃんと残るんですよね、食感が。だからベーコンとかとすごく相性が良くて好きですよね、黒キャベツね。直売所持ってて他に出してる人いるかな、作ってる人だったらねいると思うんですけど、どうなんかね、どうなんかね、どうなんかねって感じですけど、さすがにね白菜キャベツはもうちょっとね出すのは忍びないんで出さないんですが、ね、こうやってほらね、結構取れるでしょ、たったこんだけでね、こんなに取れたから、あ、まあそこにもあるね、それ取ってあげましょうか。
よいしょ。はい、ハゲタカね、ハゲタカのようにこうやってね蒸してあげます。よいしょ。はあ、いやー、お、カリフローレが取り損ねたやつがこんな感じになるのね。面白いねこれね。皆さん知ってました？かわいいね。なるほど、これでこの後花咲くんかね。はいはい、片付けんとこうなるね。はあ、一斉に花が咲いちゃったね。まあモアでね走るだけなんで、こんなのすき込みはね単なる炭素と一緒ですから。はい、ちごとで、はあ、キャベツブロッコリーまだ最後のね、最後のまだちょろちょろっと残ってますんでね。で白菜のとだちながまだもうワンベッドねこちらあるので、はいはい、春だね、花咲いたね。ちゅうことで以上ですよ。はいはい、結構たくさん取れたでしょ。こっちのキャベツも刺さなきゃいけないね。さあそんな感じでね、こうやって畑はね春が終わりを告げようと、秋冬が終わりを告げようとしております。そして春になって、そして夏ですね。よいしょ。はい、よくらせ、あれなんだか画面がおかしくない？画面がおかしかったね。勝手になんかスマホってこうずれたりするでしょ。よくわかんないね。うん、はあ、しんど。ずっとこうやってね、花、秋冬が花咲いたなーとかってね、ずっとしててのんきでめでてるだけだったらいいんですけど。片付けるよ、そして収穫しろよって話でね、なかなかそののんびりとは知られないっていう、そういう話でございます。はい、ということで黒キャベツね、カーボロネロを収穫している、はい、百姓の絵の動画でございました。はい、それではまた。